していく介護予防ではあるんですが、皆さん介護予防っていうのは聞いたことがありますよね。きっとさっき の介護保険の資料の中にも介護予防事業っていうような言葉が出てきたと思うので、介護を予防する、介護にならないようにするのかなっていうイメージは言葉の通り持ってもらえるかと思います。もうまさにその通りです。ただ介護を予防すると言ってもアプローチをしていく年代っていうのが結構違います。なので今日は皆さんのための介護予防っていうところを考えていきますので、こういったところがちょっとテーマになってきますので、スライドの方を進めていきたいと思います。じゃあまず介護予防って何ですかっていうお話ですね、していこうと思うんですが、ちょっとスライドだけスタートしていきますね。はい、まず介護予防って何っていうそもそものところです。簡単に言うと2つに分けることができるんですけど、高齢者ってここにごめんなさい書いてあるんですけど、高齢者の人たちが要介護の状態、介護が必要な状態になる前に、はい、ならないようにするためにしていきましょうっていうのが1個です。でここに書いてありますね、健康で生き生きと生活、生き生きとした生活ができるようにっていうことが大事なポイントです、介護予防。健康な人ってすごく元気で生き生きしてるイメージ皆さんにもありますよね。なのでそこが介護予防の定義と言われる中に含まれています。そしてもう一つ、これは元気な方にアプローチをしていくイメージですよね、介護が必要にならないようにするためになんですけど、実は介護予防の中にはすでに介護が必要な状態になっても、さらに重度にならないようにっていうのを予防するのも実は介護予防の一個なんです。もちろん元気なから元気なうちにやっていきましょうっていうところと、もしちょっとでも介護が必要になったよっていう時にも、実は体を動かすとか予防をするっていうことを続けていくことで、さらに重度にならないようにしましょうっていうのが私たちが実践していく介護予防になりますので、まずはそこも確認です。ではどんなことを言いたいかっていうと、こういうことですね。一応介護予防には3段階の予防があるって言われてます。それが上から1時、2時、3時です。イラストで見てもらうと分かりますね。杖を持たずに元気でいるイラストがあって、ちょっと杖を持っている方がいて、最後に車椅子に乗っている方がいらっしゃいますね。なので1時、2時、3時ということで、段階に分けて予防していくことが大事よっていうのが実はこの介護予防の中では言われています。なのでまずは元気なうちから心がけましょう。ちょっとがリスクが高まってきた時から、ね、なるべくひどくならないように対処をしていきましょうっていうのと、さらに要介護になってからは重度にならないようにしていこうねっていう考え方がとっても大事なポイントになります。だから介護が必要になったら予防しなくていいんだではないです、はい、さあ逆に介護が必要になっても体を動かすよ、できることをやっていくよってことを続けることでもっと元気になれることもあります。なのでぜひこの、ね、3段階の予防があるんだなっていうのも確認をしておきます。でそこに含めて実は介護予防っていうのは、皆さんが長寿っていうふうに、ね、言われてますよね。日本はすごく世界の中でも一番長寿な国っていうふうに言われていて、どれぐらい長生きかっていうのを私もちょっと示してみました。これは、令和2年に出てるものにはなってしまうんですが、はい、今男性の平均寿命って言われるのが81歳で、女性が87歳っていうふうに言われてます。これ実は昨年度よりもコンマいくつかもしれないんですけど、毎年毎年どん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 長生きできるようになっていってます。でこれをグラフで表したのが次のスライドになるんですけど、はい、これここが今令和元年っていうふうに言われる年のものです。ちょっと皆さんの手元の資料の方が見やすいかもしれないです。見ていただいて分かる通り、男性も女性も昭和25年の頃は、まあ、50代後半ぐらいとか60代前半が平均寿命というふうに言われていて、そこからどん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 公衆衛生ですよね、医療の発展だったりだとか、公衆衛生が整うことで健康っていう意識が皆さんに浸透してきたので、どんどん長生きができるようになりました。なので
今に至ってはもう昔の時代から比べると30歳ぐらいプラスになった年齢まで長生きができるようになった国っていうのが日本です。でもこれもどん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 さらに伸びていくって言われてるんですよ。ちょっとまだ先の未来、はい、2065年だいぶ先にはなりますが、この時代にはもう90歳まで生きられるようになるんですよっていう時代が先にっていうふうにもう見えてきてますよっていうふうには言われています。ただこうしていくにも私たちの体が元気な状態っていうのが続いていないとちょっと難しそうですよねってことも皆さんこう分かっていただけるかなって思います。でこの平均寿命という年齢に実はもう一つ健康寿命という年齢がとても今介護予防を行っていくには大事なキーワードになっています。それが何かっていうと健康で生き生きとした生活っていうのが最初介護予防のテーマって話しましたよね。なので健康で日常的に介護を必要としないで生活できている年齢っていうのが今現在どれぐらいなのっていうと、ちょっとこれ平成28年のデータにはなってしまうんですが、実は男性だと72歳ぐらいで女性だと74歳くらいっていうふうに言われてるんですね。じゃあ今先ほど示した通り平均寿命が81歳87歳っていうふうに考えて比べた時に、はい、これ見てくださいね。上のオレンジ色とか赤で見えるのが平均寿命を示した年齢の横の幅です。で青いところがさっき出させてもらった健康寿命の年齢の横の幅になります。で男性でいうと実はここの部分までしか元気で自立した生活ができますよって言われていて、ここから先の実は 9.5 歳ぐらい、だいたい9年間ぐらいがもしかしたら介護っていうものが必要になって生活をしている可能性がある期間だって言われています。じゃあ女性も同じく87歳という長生きできる年齢に対して72歳ぐらいでしたよね、74歳ぐらいでしたよね。なので12年間ないしは13年間ぐらいは実は介護っていうのがもしかしたら必要になっているかもしれませんっていうことなんです。でも皆さん正直ですよ、正直介護のサービス受けたくないなって人どれぐらいいます？いいんです、いいんです、本当にいいんです。私たち介護のお仕事してるからってそんなこと関係ないです。はい、ですよね。やっぱりここに、まあ、今日まだ皆さん20人ぐらいの方に参加していただいてるんですけども、もう介護サービスを受けたいですっていうふうに皆さんが手を挙げるかっていうと実はそうではなくって、やっぱりできることも自分でずっとやり届けたいとやり続けたいっていうふうに思ってる方が多いので、介護サービス受けたいですかって聞くと受けたくないですっていうふうに正直な気持ちを言っていただけるのは元気な証拠なんです。はい、ぜひぜひその介護サービスを受けないで元気なままで生活ができるようにっていうふうにこれから皆さんのケアっていうのをしていくことでどんどん元気になります。なのでせっかくなのでこのキーワードとなるポイントの年齢っていうのをご紹介させてもらいました。でもう一つはこれ皆さんのスライドにもあるので同じことを示しているので後でぜひゆっくり見てもらいたいと思います。じゃあ健康づくりっていうところのお話をしたと思うんですけど、じゃあ元気になっていくためにどんなことをしなきゃいけないのかっていうと、